おお。妖怪ウォッチ専門チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。私はドラゴンボールでベジータをやっている堀川亮だ。今日はね、博士にゃんのチャンネルにお邪魔しています。ところで私は今全国で声優学校を展開しています。貴様ら、本当にアニメ声優になりたいと思っているならうちの学校に来るんだ。いいか、忘れるな。では博士にゃん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、出川さん、はい、妖怪ウォッチ専門チャンネルにお越しいただき本当にありがとうございます。はい、いいいい、ベジータのめちゃくちゃファンで、めちゃくちゃ嬉しいです。いやいや、こちらこそお招きいただいて本当にありがとうございます。はい、はい、ではですね、まず堀川さんに妖怪ウォッチを簡単に説明したいと思います。はいはい、堀川さん、妖怪ウォッチってご存知ですか？いや、あのね、名前は知ってるよ。すごいじゃない。もうすごいですよ。全国区というかさ、本当にね、すごい知名度じゃない。はい、名前分かってるんですけどね、あのその内容はそんなにあんまりよく分かってない。そうなんです。はい、これがね、実は、うん、メインキャラクターのジバニャン、めちゃくちゃジバニャン、はい、いつもダルイニャン言うとる妖怪なんですけど、はいはいはい、でこれが、うん、これもめちゃくちゃ大人気のコマさんっていう、コマさんコマさんっていう名前です。へえ、なんかあのなんかしょってるよ。そうなんです。コマさん旅してるんですよ。コマさん、はい、なるほど。でですね、かわいい。今アニメも放送されてるんですけど、うん、主人公のケイタ君っていうのがいるんですけど、普通の小学生なんですけど、うん、この妖怪ウォッチをつけることで、うん、妖怪を見ることができるんです。妖怪が見れる。妖怪が見れる。妖怪が見れちゃう。そうなんですよ。それが妖怪。普通は見れないんだよね。だから普通は見れないんですけど、ね、この時計をすることによって、装着することによって妖怪が見れる。そう、ジバニャンとかコマさんが見れるようになるんです。はいはい。おお。はい。いきなりだ。こちらが妖怪メダルです。はいはいはい。あのね、妖怪と友達になると、うん、妖怪がこのメダルをくれるんですね。はい。で、このメダルを、はい、この妖怪ウォッチにセットすると、はい、でも妖怪を召喚できるっていう。なるほど。はい、この妖怪メダル、妖怪ウォッチがお宝だね、これ。お宝です。試しにちょっとやってみましょうか。はい、俺の友達出てこい吹雪姫、うん、妖怪メダルセットオン。もう一回やってみます。ちょっとこれね、電池消えてるんで。いやいやいや、はい、っていう風に、なるほどね。はい、堀川さんには最新の妖怪ウォッチを付けさせていただきました。はい、最新だ。デラックス妖怪ウォッチ U っていうんです。マジで、はい、はい。これに好きな妖怪メダルをセットしていただいて。俺が選んでいい？あ、全然大丈夫です。どれでも。あれでしょうかな。可愛いキャラクターとかいっぱいいますから、ね。よし、これいってみよう。いってみましょうか。これ。こちら名前は、うん、ここに書いてるんですけど、兄貴っていう名前。兄貴。兄貴。兄貴。それ今装着しますね。はい、ここ電源入れます。これが電源、はい、はい、これで入れるんですけど、向きがあるんですね。向きが これがこういうことかな。はい、ちゃんと合わせないといけないね。はい、はい、いきます。はい、セット。あ、ダメ、勢いよくパサッと。あ、ちょっと待って。はい、大丈夫です。テイク2いきます。テイク2、はい、いきます。ガチャ。おお。おお、いいね。兄貴、最後兄貴って言うんだ。そうそう、召喚ソングが流れて、兄貴って妖怪が出てくる。なるほどね。はい、これが妖怪ウォッチ。おい、はい、おいおいおい。あの旧来のとこの最新式は何が違う？とですね、これは昔の最初のやつなんですけど、うん、この妖怪ウォッチは最新のメダルとか全部のメダルに対応してます。で、その最初のやつはこの銀フレームしかまだ対応してないんです。そうなんだ、はい、どんどん進化していって。なるほど、はい、これだと全部対応してくれるの。全部対応してます。おー、優れものなんですよね。はい、はい、ということで今回妖怪ウォッチを簡単に説明させていただいたんですけど、いかがでしたか？いや、楽しいね。楽しいですよ。妖怪もたくさんいますから。そうだよね、はい、なんかこう、なんか初めてなんだけど、はい、なんかこうワクワクしてくるね。ですよ、この音を聞いて、ちょっと曲が流れてきてさ、楽しいですね。最後の最後、兄貴とか言われると結構ね、はい、ハマっちゃいそうで楽しい。子供も大人もちょっとハマっちゃう妖怪ウォッチということで、はい、今回おじさんも十分に楽しめるよ、これ。はい、ということで以上、今回は妖怪ウォッチの説明でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。この動画の説明文に僕のチャンネルをリンクしていますので、詳しくはそちらをご覧になってください。